は、かねこんばんは、はるけです。今回は現環境最強キャムランキングになります。今の環境下の中で強いキャム選手たちを最新のトップ10で紹介していきたいなと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずは第10位ですね。第10位はパス・トゥ・グローリー、ベルナルド・シルバですね。ベルシルになります。まあ、目標でゲットできる選手になってまして、非常にやっぱり強いですね。一応キャムですけど CM とかでも全然ありだと思いますね。ほんと万能で軽くて強いっていう風な選手にはなってますね。個人的にはスキルが5だったり、あとはテクニカルのプラスがあればよりね良かったかなという風に思うんですけれども、守備もねしっかりと改善をされたベルシルになってますね。で、あとは新しくプレイサルプラス一つ追加をされたというふうなことで、パスがね、より上手くなったというふうなことですね。決定力もね、すごく高くって、まあ、シュートを打てばですね、非常に決めてくれるというふうな選手になってますので、すごくおすすめにはなりますね。そして続いて第9位です。第9位は、メイクユアマーク、シャビ・シモンズですね。シャビ・シモンズ。一応96になる予定になってますので、そこも踏まえて第9位にしました。まあスキルが5素晴らしいですし、テクニカルとラピッドのプラスを備えているというところもいいんじゃないかなというふうに思いますね。あとは決定力に関してもある程度高くですね、パスも上手くてドリブルも軽いというふうな選手にはなってますね。守備に関してはベルシルの方がまあいいかなというふうには思うんですけれども、スリーシモの一角としてはまあ十分かなというふうに思いますね。あとはペース、速さっていうところがしっかりあるっていうところも、まあめちゃくちゃね、いいポイントで、あと1試合かな、出ればもうプラス1、される予定になりますので、より強くなれるんじゃないかなと思いますね。そして続いて第8位です。第8位は、パス・トゥ・グローリー、トロサールですね。トロサルは ST のランキングに前回入れていたんですけれども、まあ、ちょっとロングパスのプラスを、まあ、生かしたいというふうなところと、一応大体もちろんキャムもついてるんで、まあ、キャムでもいいかなと思って今回ここに入れました。 5-5 というふうなことは素晴らしいですし、アップグレはねもうないんだけれども、元々の実力っていうのはすごくあるというふうな選手にはなってますね。やっぱりテクニカルのプラス、クイックステップのプラスね、素晴らしいなというふうに思いますし、一応今週もねついてますね。でペースもね速くなりまして、パスもね全然上手くて決定力も高いんで、めちゃくちゃね使いやすくって、この人もね非常に強いというふうな選手にはなってますね。若干フィジカル面かな、弱さがあったりするんだけれども、こちらが第8位ということにしました。そして続いて第7位です。第7位はグレイツオブザゲームアイコン、チャールトンですね。チャールトン、ボビーチャールトンになります。ミニリリースで登場をした選手になってまして、まあがっつりキャムの選手にはなりますかね。大体ポジションでね、まあ CF しかついてないっていうのがちょっと残念ですね。 ST とか、あとは CM とかついていたら、まあ、多くの方のスカートに刺さっていたんじゃないかなというふうには思いますね。でまたスキルが5とかあればなお良かったかなというふうには思いますけれども、テクニカルのプラスはね素晴らしいですし、まあ、やっぱり能力の高さ通り非常に強いというふうな選手になってますね。特にやっぱ冷静さ99素晴らしいなというふうに思いますし、リアクションもね99はいいなと思いますね。決定力もねすごく高いですね。やっぱりね本当に細かいタッチから相手をずらして決め切るっていうことができる選手で、シュートね振りもね結構早いので、中盤の選手として2列目から上がってきて止めるっていうのはなかなか難しい選手にはなってますね。まあ、この先もねアップグレが期待されるカードになってますので楽しみですね。そして続いて第6位です。第6位はエンドオブアンエラ、ロイスですね。まあ現状でも普通に強えなと思うキャム選手になってますし、一応 ST にも置けるっていうのもいいポイントかなと思いますね。でスキルが5でテクニカルとか今週のプラスがついているっていうのは素晴らしいなというふうには思いますね。でやっぱりエンドバイラーっていうことで能力ね
むちゃくちゃ高くなってますし、特にシュートをしっかり決めきることができますね。今週とか、本当によく決まるなっていう風な印象をね持ってますし、フィジカルがね強いっていうのも一つロイスのいいポイントですね。このカードでグッとフィジカル能力ね上がりましたので、ちょっとこう負けない力を持ってるという風なことで第6位ですね。そして続いて第5位です。第5位はグレイツオブザゲームアイコンハジですね。ハジ、前回のキャムのランキングから、するとですね、ハジとロイスが順位入れ替わったというふうなことですね。理由としてはやっぱりハジにテクニカルのプラスがついたというふうなことですね。能力が変わってはいないんだけれども、やっぱりテクニカルのプラスが新しくついたっていうのは結構、大きいアップグレードやったかなというふうには思いますね。で、かつ今週のプラスもね、ついていて、能力ももともと凄まじいものを持ってますし、よりこう自分でいけるようになった。スキル、ね、いらない方にとっても、推進力持ったドリブルができるようになったっていうのは素晴らしいのかなと思いますね。で、一応白でラピッドとかもね、ついてるっていうのもいいし、若干フィジカルはね、弱さはあったりするですけど、ただそれ以外は本当にすごく強くて、5-5もね、めちゃくちゃいいところかなと思いますね。そして続いて第4位です。第4位はメイクユアマークビルズですね。ビルツもね、この人もかなり強いですね、やっぱりね。S から強化されたというふうなことになってるんですけれども、ちょっとまた一段階レベルが上がったなというふうに思いますね。で、テクニカルのプラスはもちろん素晴らしいんですけども、アクロバティックとかパワーシュートとかはそこまでいらないのかなっていうのは思いますので、ちょっとそこのプレイサルプラス4つはついてるんだけれども、残念なところかなと思いますね。で、能力に関してはもう何も言うことがないというか、フィジカルはちょっと弱さはあるんだけれども、ただボディコントロールがねすごくいいからか、なんか相手をひらりひらりとカバーしていけるような力は持っているという風な選手ですね。やっぱりドリブル99ね、素晴らしいなと思いますし、パスも上手ければシュートもね、上手いんで、本当に中盤の選手、また前線の選手として何でもできると。で、5-5なんで。なので本当に素晴らしいなと思いますね。かつ、こっから能力のアップグレーですね。一気にプラス2上がりなんかも、できる可能性はね、ありますので、99のビルズね、見てみたいなというふうに思いますね。そして続いて第3位です。第3位は、メイクユアマーク、パーマーですね。パーマーもね、やっぱりすごく強いですね。アップグレはね、ちょっと厳しいかもしれないんですけれども、もともと強さっていうのがね、しっかりありますね。テクニカルのプラスと今週のプラス素晴らしいなというふうに思いますし、やっぱりね、速さがあるっていうのは素晴らしいですね。普通に単純に足が速いっていうのがパマの、良さかなというふうに思いますし、あとこのカードで 5-5 になったので、そこもいいポイントかなというふうには思いますね。なかなかやっぱりイングランド代表で出れないっていうふうなところがねありましたね。そこがちょっと値段の安さにもつながってはいるんだけれども、実力はね、しっかりあるというふうな選手になってますので、第3位ということにしました。そして続いて第2位です。第2位はグレイツオブザゲームアイコンジーコですね。ジーコはやっぱり強いなっていうのは思いますね。本当に素晴らしいですね。すでにこうアップグレを受けまして、プラス1とドリブルかなが99になったというふうな感じですかね。ドリブル以外がね、99になったら良かったなって思うんですけれども、ちょっと調整をしてきた感はありますね。ですけど、やっぱ強いなっていう。5-5素晴らしいし、この人もやっぱりね、ドリブルもめちゃくちゃ軽いし、パスもめちゃうまいし、シュートの決定力もやばい。特に冷静度もね、しか99になってますので、凄まじいなと思いますね。で、かつ、ちょっと守備もね、できるっていうのもいいポイントで、フィジカルもね、少しは改善をされてますし、こういうのはテクニカルのプラス以外、あとテクニカルのパスはいいんですけど、トリベラとかはちょっといらないので、今週とかついてこれればより良かったかなというふうに思うんですけれども、今作最後まで使える、キャム選手の一人かなというふうには思いますね。そして続いて第1位です。第1位は、アルティメットバースデーアイコン、ペレですね。ペレ。現状まだ1位かな。ただ、
だいぶ迫られては来てるとは思いますね。ジーコとかパーマとかビルズに対してだいぶもう下からの押し上げがすごくなってきてるんですけれども、まあまだやっぱペイは1位にしてもいいんじゃないかなっていうのは思ってここに入れてますね。そもそもプレイサルプラスがね2個ですけど素晴らしい、テクニカルのプラスとテクニカルのパス素晴らしいんで、まあいいですよね普通に。でもともとやっぱりペースもねしっかり速くて、シュートもねうまくって、ドリブルもねパスもね素晴らしいし、フィジカルもねまあちょっとありますし、で 5-5 だしっていう、まあ個人的にはねずっとペレ1位になりますんで、今後のペレの強化カードが出てくる前にアップグレがね期待されるビルスとかが越していってほしいなっては思うんですけれども、ただまあ現状でもやっぱり理不尽さしっかり感じるねカードになってますので、ペレ第1位にしてます。こちらが現環境最強キャムランキングになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらちゃんと登録、高評価お願いします。それではバイバイ。